F リーグ2019-2020第9節7月13日に行われたホームゲーム、バサジー大分対バルドラール浦安。ここまで無敗のバサジー大分、ホーム3連勝なるか。まずは前半、大分浦安スタイルの違うチーム同士のぶつかり合い。大分は前線のピボを中心に攻撃を展開。9番レイチ、得意とする相手を背負いながらの反転シュート。対する浦安はクアトロと呼ばれ、フィールド4人がフラットの状態から流動的にポジションを取り、相手の裏を積極的に狙う戦術で攻撃を展開。大分は浦安のクアトロに対し苦戦を強いられます。そして浦安は決定的なチャンス。ここで11番山田ラファエル優吾がファール覚悟の阻止。これがレッドカードの判定となり一発退場。大分は1人少ない中、相手のフリーキック、キッカーは浦安ディドゥダ。ここは1番矢沢がナイスセーブ。しかし大分は2分間1人少ない状態、身を挺して守るも押し込まれ先制点を許してしまいます。そこからもお互いのスタイルを武器に試合が進んでいきます。10番ニブヤ、ループで狙う。これは枠の外。前半17分、再び浦安に裏への飛び出しから崩され追加点。大分もゴールを狙いますが得点できずに前半終了。後半開始直後、浦安10番加藤龍馬に突破を許し、さらにリードを広げられてしまいます。まずは1点返したい大分、チャンスを作りますが浦安のゴールをこじ開けられない展開が続きます。すると後半11分、浦安のディドゥダにパスカットからゴールを決められ4点差に。大分はパワープレーでゴールを狙います。そして後半17分、4番田村ダイレクトボレー。大分は意地の1点を奪います。しかしそこからゴールを割ることができず4対1で敗れてしまいました。第9節終了時の順位はご覧の通りです。大分は2位となりましたが、もう一度ここから首位を目指したい。次回ホームゲームは7月28日日曜日、大分県立総合体育館でシュライカー大阪と対戦。この日は浴衣デー、浴衣ジンベエ着用の方は入場無料。ぜひ会場へお越しください。